濃紺伝説。アスレチックスの藤浪晋太郎投手が日本時間11日、ブルワーズ戦の9回に4番手として登板。同点の緊迫した場面でしたが、1回無安打無失点、1四球に抑えると、味方がその裏に勝ち越しに成功。3勝目が藤浪投手につきました。今季16勝目を挙げた最下位のアスレチックスは、防御率11点台の藤浪投手が、単独でチーム最多勝に躍り出たのです。翌12日の試合では、2点リードの8回に4番手で登板。一死から、あわや頭部死球かという危ない投球があり、連続死球を与えたところで降板となりました。後続が抑えたため、記録上は3分の1イニングを無安打無失点。藤浪投手が登板すると、敵チームであるブルワーズの地元放送局の解説者は、藤浪は今季ずっと死球が悩みの種だ、と紹介。直後に打者を一塁へ歩かせると、同解説者は、ほら、言った通りだろう、死球だ、と冷ややかにコメント。藤浪投手の12日時点での成績は、3勝6敗2ホールド、防御率 11.12、34イニングを投げ、吉死球33。最下位チームの勝ち頭となっているものの、先発からリリーフに配置転換され、防御率はメジャーワーストの11点台となっているため、現地では辛辣な意見が飛び交っています。米スポーツサイトのトーキンベースボールは、パイレーツが連続押し出し支給をもらっている、爆笑、とツイート。米放送局 ISUTV は、藤浪を事実上の戦力外通告にしろ。本当に真面目な話、どこかおかしい。アスレチックス史上最悪の契約。とにかく、MLB でやれる選手じゃない、と痛烈に批判。その他の米メディアでも、藤浪晋太郎は、今季の大リーグで、最も失望させられるグラウンド上の物語の一つ。開幕前は、シーズン200奪三振か、と言われていたが、今や、ブルペンのどんな役目がフィットするのかさえ定かではない、と報道。NPB 時代から抱えていた深刻な制球難が、アメリカでも問題視され、火炎放射器と表現されたこともありました。コントロールの定まらない160キロ超えの危険球は、打者にとって脅威。今回は、日米で物議を醸している、藤浪投手の危険球にまつわる悲劇を、まとめて紹介していきます。2015年4月25日の広島戦、藤浪投手は、バントの構えをしていた大ベテラン、黒田博樹投手に対し、内角へのストレートを投じました。しかし、その球がシュート回転して、胸元付近を襲ったのです。なんとかのけぞってかわした黒田投手でしたが、マウンドの藤浪投手に鋭い視線を送り、不穏な空気が流れました。続けて投じたストレートも、黒田選手の体付近へ、尻餅をついてかわすのが精一杯でした。すると黒田投手は、オラッと叫び、バットを持ったまま藤浪投手に歩み寄ります。その結果、両チームの選手がベンチから飛び出し、乱闘寸前となってしまったのです。試合後のインタビューで黒田投手は、謝ってもらおうとは思っていない。一生懸命戦う中で起こったこと、次に対戦すれば思い切り腕を振って投げてくればいいと男気あふれるコメントを残しました。藤浪投手は15年シーズン終了後、右肩の炎症で日本代表を辞退。翌年からコントロールを急激に崩したこともあり、この怪我が原因だったのではないかとも言われています。16年7月8日の広島戦では、制球難に苦しみ3回までに5失点を喫しました。しかし、当時阪神を指揮していた金本智明監督は続投を指示し、最終的に8回、161球を投げたのです。ファンからはこの時に受けた心の傷が、先ほどの怪我とともに不調の原因になったのではないか、と噂されているほど、17年4月4日のヤクルト戦、藤浪投手は休止死球を与える大乱調ぶりでした。さらに5回には、畠山和弘選手の左肩付近に死球を与え、両軍入り乱れる事態に。ちなみにこの乱闘騒ぎで、ヤクルトのバレンティン選手と当時阪神のバッテリーコーチを務めていた矢野昭弘氏が退場となりました。大乱調から4ヶ月後、藤浪投手は8月16日の広島戦でも、相手先発の大瀬良大地投手に対し、右肩付近への死球を与えてしまいます。その一方で死球を食らいながらも笑顔で対応したことによって、大瀬良投手の成人ぶりが話題になりました。藤浪投手は同じ試合で、今度は菊池涼介選手にも死球を与えます。これには両軍ベンチが集まる一触即発の空気となったのです。
その後、藤浪投手はマウンドを降りる際に涙を見せました。19年3月のオープン戦で、中日の与田剛監督は藤浪投手に対し、スタメン全員左打者を並べます。その理由として、怪我の防止？もちろんそれもあるけど、いろいろ考えて。チャタンで下手したら阿部は死んでましたよ。紙一重だった。もうこの時期は怪我も怖いしね。とコメント。2月の試合ですっぽ抜けたボールが、右打者である阿部俊樹選手の顔付近に行ったことが原因だと語りました。それでも与田監督は藤浪投手の状態について、藤浪も試行錯誤していると思う。敵チームだけど、野球人としては仲間なんでね。本当に悩んでいるんだろうなと思います。と、同情する優しさを見せたのです。19年はキャンプから不調で、8月1日の中日戦で、ようやく先発として登板した藤浪投手。しかし、4回3分の1で8四死球と大暴れし、降板という結果になりました。この試合では2つの四球が共に、木下拓也選手へのもの。通算成績4打席で3四球という結果になったため、木下に恨みでもあるのか、などと言われたのです。さらにこの試合では、右打者のエンニー・ロメロ投手に、バントのサインが出されました。しかし、ロメロ投手はベースから一番遠いところに立った上に、バントモーションに入ると2、3歩後退。まともにバントもできない姿を見せたのです。17年9月14日の巨人戦では、坂本勇人選手の背中に死球が、大胆に避ける坂本選手の姿が話題になりました。20年8月5日の阪神対巨人戦。巨人の北村匠海選手は、円陣で藤浪投手の濃紺を揶揄する言葉でチームを盛り上げました。この様子が公式ツイッターに投稿されて炎上してしまったのです。しかし、藤浪投手本人はこの件について、気にしてないし、普通にセンスある。と、北村選手を許す心の広さを見せていました。同年オフに受けたインタビューで藤浪投手は、自分は違うといくら否定しても、イップスを認めないことには次のステップに進めないぞ。とか、聞く耳を持ってもらえない。ふざけんな、誰がイップスや。と本当に悔しかったですね。と、イップスであることを否定するコメントを残しています。21年8月10日のエキシビジョンマッチでは、楽天がスタメン捕手の太田光選手以外、全員左打者を並べました。さらに、右打者の太田選手に打順が回ると、左打者を代打に送るという露骨な藤浪投手対策を敢行。藤浪投手の先発予告は打者に死球を与える可能性が高いことから、ネット掲示板では藤浪投手の予告先発が犯罪予告風に書かれることもあるようです。20年10月1日の中日戦では、左打者相手の外角へキャッチャーが取れないほどの暴投を見せた藤浪投手。この時、球速は160キロを計測し、ネット上では、右打者なら病院送りやな、と言われてしまいます。21年4月16日のヤクルト戦。先発した藤浪投手は、右打者、塩見康隆選手の顔付近にボールを投げ込んでしまいます。塩見選手は思い切り体をのけずらせて、ボールをなんとか避けました。この場面について実況アナウンサーは、塩見は踏み込んでいけませんし、恐ろしいでしょうね。と、塩見選手に同情する言葉をかけたのです。ヤクルトの山田哲人選手は何度か、藤浪投手から死球を受けており、過去のインタビューでは、死球を怖いと思ったことはほとんどないけど、藤浪だけは怖い。と、恐れを抱いている様子、制球難に苦しむようになってから、藤浪投手はパワープロでのコントロールの項目は、最低ランクの G 評価になっています。また、一時期は G の11にまで、コントロールの数値が低下。能力が下がるスロースターターという特殊能力によって、初回のコントロールの数値がゼロになることが判明しました。巨人の原辰徳監督は藤浪投手の獲得を熱望していたそうで、メジャーに移籍する際もトレードの可能性を模索していたとのこと。さらに、日本ハムの新庄剛志監督も、監督に就任した22年シーズン開幕直後に、藤浪投手の獲得を熱望していました。そんな熱視線を送られていたものの、22年シーズン終了後にポスティングシステムを利用して、アスレチックスへ移籍した藤浪投手。メジャー挑戦に懐疑的な目を向けられていましたが、現地の記者からは、私は藤浪を非常に高く評価している。速球はいいが、制球力が問題にならないように、彼は相手を騙せるような投球をしてほしい。と、意外にも高評価を受けていたのです。アスレチックスでは開幕から先発ローテーション入りを果たしますが、制球難は改善されず、4試合で15イニングを投げ、24失点を喫してしまいます。4度目の先発となった4月23日のレンジャーズ戦。初回にホームランを打たれたガルシア選手に対し、次の打席で死球を当ててしまいます。すると、ガルシア選手は藤浪投手を睨みつけ、メジャーでも乱闘寸前の騒ぎとなったのです。この結果にコッツェ監督から、彼と話した、ブルペンに入ってもらって、速球の精度やコントロールがきっちり戻るか確認する。と、開幕1ヶ月で中継ぎ降格を告げられました。DeNA で監督を務めたラミレス氏も、
メジャーで苦しむ藤浪投手について、リリーバーになれば自信を取り戻し、ストレートの精度が上がるし、1から2イニングであればプレッシャーを感じずに全力投球できるはずだと中継ぎ転向を進めていたのです。その後、4月28日のレッズ戦に中継ぎとして2度目の登板を果たした藤浪投手、なんと1イニング目に1点を献上してしまいます。さらに2イニング目には3者連続四球を与え、ワンアウトを取ったものの、その後に暴投とタイムリーを許す大乱調ぶりを見せたのです。日本時代と変わらない投球に、アスレチックスファンからも、藤浪のろくでなし、史上最悪、早く日本に帰れ、解雇しろと痛烈な批判を食らう羽目に、5月23日のマリナーズ戦では、チームのスター選手で昨シーズンの新人王でもあるフリオ・ロドリゲス選手の脇腹に四球を当てた藤浪投手、マリナーズのホームだったため、スタジアムは大ブーイングに包まれ、当てられたロドリゲス選手も怒りを見せます。この四球にアスレチックス地元局の実況は、決して意図的な四球ではありません、単に藤浪の制球の問題ですと、クールに藤浪投手の制球難をディスっていました。これまでに多くの OB 指導者が制球難に苦しむ藤浪投手へアドバイスをしてきました。巨人 OB の桑田真澄氏は、藤浪くんの四球はイップスじゃなくて技術不足ですと指摘。野球解説者の金村義明氏は、藤浪の体はランディ・ジョンソン級と語り、シーズンオフにでもランディ・ジョンソンを見た専門家に見てもらうのも一つの手段だと思うとアドバイスを送っています。野村克也氏は、15年7月の時点で、藤浪を、君は本格派なの？技巧派なの？技巧派で行きなさいと、力任せの投球ではなく、コントロール重視の投手になるべきだとエールを送っていました。19年の秋季キャンプで臨時コーチを務めた山本昌氏は、技術的に癖がついてしまっただけで、僕は克服できると思っていますと、藤浪投手の制球難改善に自信を伺わせる発言を残しています。18年の初め、ダルビッシュ有投手は藤浪投手と自主トレしたと話し、同じ場にメジャー最強投手のカーショー投手もいたことを明かしていました。22年は巨人のエース菅野智之投手と自主トレを共にすると、軸足が潰れてしまうような動作が強いと指摘を受けています。元中日の谷繁元信氏は、藤浪投手の制球難を逆手に取り、もっと胸元へのスライダーを多投すればバッターは腰を引くし、抜けても打たれることは少ないのではないかと助言。球界のご意見番でもある落合博満氏は、藤浪投手の抜ける球に対して、悪いなって思っていたらピッチャーはやってられないな、精神的なものの方が多いんじゃないかなと心中を察します。その上で、抜けるんだったらそれを一つの武器として考えてもいいんだろうと思うとアドバイスしました。元横浜の高木豊氏は、自身の YouTube で、藤浪の写真ってよく見るのは手が横なんだよな、そしたらどこから投げるか、自然に投げるならサイドスローにしたらどうなんだと大胆な再生案を提示しています。メジャーに移籍後もまだ制球難に苦しんでいる藤浪投手、なんとか克服しメジャーで復活する姿を見せてほしいですね。